私はジェリー・ハートフィールド。橋の下にある段ボール箱で番組を制作している。私が主に手掛けているのはリアリティショーだ。本コアって知ってる？あれは私が作っている。私のところにパイロット版の映像が届いた。パノラマ・エンカウンターズという名の番組だ。プロデューサーはまだ若手の安川プレストン。彼が超常現象の追跡を専門とする調査隊を引き連れて幽霊の出る場所を調べるという番組だ。ああ、これだけは忘れないでくれ。これは映画ではない。いいか？安川が番組用に撮影した76時間をも超える録画映像をつなぎ合わせた記録映像だ。映像に手を加えるなどの加工は一切していない。俺は安川プレストン。小さい頃に引っ越した先の家が幽霊たちに取り憑かれていた。その時の体験が俺の人生を変えた。それ以来俺はその時遭遇した存在の証拠を追い求めた。超常現象の追跡を専門とする調査隊と共に、不可解な現象の目撃情報が相次ぐスポットへ出向き、一晩を過ごして全てのことをカメラに収めた。それが真実だけを追う、パノラマ・エンカウンターズだ。安川プレストンだ。画角はこれでいいかな。マイクはこのどう？辺りもいい感じです。安川プレストンだ。今日はパノラマエンカウンターズ史上最も恐ろしい場所に紹介しよう。ここはラタイジュ海だ。1930年から1980年の間にトータルで400人を超える数の男性が服を剥がされ乱暴された状態で横たわっていた。1983年に閉鎖された後、この樹海では幽霊の目撃証言が数多く報告された。裸の男性の幽霊が笑いながら徘徊していたそうだ。この樹海の歴史を振り返ってみよう。まずこの樹海は虫はもちろん動物など多くの生き物が生息している。その当時は借金を飛んだ者などの遺体を埋めるために裏稼業の人間が利用していたそうだ。虫や動物は遺体を食ってくれるだろう。しかしこの樹海はあることをきっかけに人が立ち入ることができなくなったんだ。フィリップ・アナルキンだ。彼はプロの水泳選手だったが、これといって輝かしい実績は残すことができず、1976年の27歳と若くして現役を引退することになってしまった。彼はすぐに別の職に就いたが、水泳の未練が消えることはなく、常に水泳パンツでいたそうだ。そんな奴を雇う企業はなかった。次第に金は尽き、借金をしてしまったそうだ。それで樹海行きさ。有名人の遺体とあっては警察が動かないわけがない。この樹海の闇があらわになってしまった。1980年、行政管轄のもと、立ち入り禁止ってわけだ。恐ろしい話だ。今回、調査隊と俺は、一晩、この樹海を調査しようと思っている。最新の機材を使い、その正体を暴き、映像に収める、この裸体樹海の。それじゃあみんな、準備はいいか。真実を追い求める。それがパノラマエンカウンターズだ。俺たちは今樹海の入り口を巡回している。すごいな。おい見ろ、死が待ってるだってさ。いやいや、そんなそんなことないよ。いたずらさ。人はなんかばっかり言って。くだらない。本当にくだらないよ。かなりいい感じ。いや、いい雰囲気出てるね。隅々まで撮ってくれよ。いい感じだよ。いいか、隅々まで撮ってくれ。怖い怖い。この樹海の近隣に30年以上住んでいるジョアン・サンダースだ。幽霊が出るっていうのは本当？そうだな。ちょっとこういうの初めてなんだけど、どこ見て喋ったらいいの？これカメラ無視して。あ、カメラ無視ね。私は幽霊なんかは信じてないんだけど、暮らしている中で不思議な出来事に遭遇することは多々あったよね。トイレが流れなかったりとか、洗剤が切れたりとか、あとは喉が渇いたりとか、全部霊の仕業だと思うんだよね。はあ、見て回ろう。見てくれ、この木に縛り付けられた跡がある。超常現象の発生地点かもしれない。ここのトイレでたくさんの人が殺されたみたいだ。雰囲気ある。
珍しいな、人がいる。少し話を聞いてみよう。あの、すみません、ここら辺で心霊現象を見たことはありますか？ないね、初めて来たんだ。なるほど、トミー、一旦カットだ。お金を出してくれ。作り話でも何でもいいから話してほしいんだ。ほら、脱ごう。チェーマンだ。こちら、よく観光でここに訪れるヌーゴ・ドロレンスだ。ここら辺で奇妙な体験をしたことはありますか？ああ、幽霊を見た。あそこですごく怖かった。恐ろしい。幽霊は実在するんだって。俺は今からこのカメラを使ってこの森にさまよう幽霊を撮影しようと思う。目には見えないものを写す、いわゆる心霊写真と言われるものだ。よし、どうだ、実際に見てみよう。霊が写っている。こんなとこ出ろ。そっちは出口じゃない。くそ、どっちが出口なんだ。くそ、落ち着け、落ち着くんだ、メガネオラッキー。人がいるぞ。出口はどっちなんでしょうかね。やめ。うわぁ、待ってくれ。お前が生きてくれ。何してんだ、ライトを消せ。みんないるか、トミオ。いない。逃げ遅れたか、いいやつだったのに。逃げ遅れたか、いいやつだったのに。くそ、おしっこがしたい。ダメだ、ここでしろ。いやだ、俺は犬じゃねえぞ、人間なんだよ。こんなとこでできるわけないだろ。今外に出たら危ないのは分かるだろ。人間のプライドを捨てろっていうのか。ふざけるな。分かった、俺もついていく。行こう。おしっこ、おしっこ。どうしたんだ、メガネホラッキー。おい、メガネホラッキー、どうしたんだ。おい、どうしたんだ、メガネホラッキー、どうしたんだ。いない、どうなってるんだ。寝てたみたいだ。何時間かはわからない。物陰から音がする、見てくれ。霊が、俺は強パンが似合うからって生かしてくれたみたいだ。パノラマエンカウンターズ、安川プレストンがお送りしました。